まともにまっすぐ走れないかも。鈴木の彼方。こんにちは、自動車整備資格保持 YouTube で一番リコールの解説をしている鈴木の彼方です。今回は7月の18日に鈴木さんの V ストロームからリコールが出ていますので、こちらについて解説を行っていきます。本動画はあまり車のことがわからないという方、つまり一般的なドライバーも対象に作成しています。内容がわかりやすいと思っていただきましたら、高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。YouTube くんがより多くの人に拡散してくれるようになりますんでね。それでは解説に移っていきます。まずは不具合内容です。今回問題なのはリアタイヤ。車やバイクのタイヤは、道が滑りやすい状態でもしっかり走れるよう、タイヤ表面に溝が入っていたり、滑りにくい加工がされていたりします。これはオフロードバイクでも一緒で、サーキットレース用でもなければほとんどがこの仕様になっています。ところがこのタイヤの表面に亀裂が入ったり、そもそも形が変わったりしてしまうものがあるとのこと。そうするとタイヤが原因で異常な振動をしたり、タイヤの表面が剥がれてまともに走れなくなるので、今回のリコールになっています。改善内容は現在決定しておらず、使用停止をお願いしているとのこと。対象車種は鈴木さんの V ストローム 800DE。 2023年2月22日から2024年2月19日までに製造された661台が対象となっています。今回の解説いかがだったでしょうか。対策が決定していないとのことですが、前後のタイヤを全く違うものに交換するではダメでしょうか。2ヶ月経つので何かあるのでしょうね。今回の解説はこちらで以上になります。理解しになりますが、分かりやすいと思っていただけましたら、高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。さて次回はダイハツさんのサービスキャンペーンについての解説になります。ご視聴いただきありがとうございました。また次回お会いしましょう。